はい、どうも。今日はですね、何の動画を回していこうかということなんですが、今ですね、うちの方で長期インターンの募集をしているのと、あと社員も募集をしているというところで、新しくちょっとエジプトの方で住宅を借りたんですね。ニューカイロの、今私が住んでるアザードの中に部屋が空きが出てたので借りたんですけど、うちの社員の子たちとかインターンの子は会社の方から、シェアハウスにはなってくるんですけど、住宅の方は提供させてもらっているので、せっかくなんで新しく借りた家をですね、ちょっとご紹介していきたいなと思って、動画の方回してますと。早速なんでちょっと行ってみましょう。はい、で今回ですね、借りたのが、庭付きの1階っていうところですね。まだいろいろ整えてる最中で使える状態にはなってないので、ちょっとこのまま土足で回っていこうと思うんですけど、綺麗にして、そしたら一応土足厳禁という形にしていこうと思うんですが、ちょっとまずベッドルームから。一応シェアハウスということなので、うちの社員とインターンの子ですね、一応3ベッドルームで独自1人、だから3人が使う感じかな、ベッドルームがありますよというところで、ここまで1個目のベッドルームですっていうところでね、ここあれだね、ベッドルームあるけど、この部屋に関してはちょっと机がないからさ、ちょっと机やベッド買わないといけないね。多分この辺とかも、これ一応家具付きで賃貸に出た物件なんですけど、多分これエジプト人の趣味だよねイスラムの方の趣味だと思うんですけど、でもう1個のベッドルームがこっち、でここもベッドがあって棚はあるんですけど、作業とかする机がないから、ちょっと机だけはやっぱり買わないとダメだね。でもう一個が、あとこれもベッドシーツか、なんかエジプト人のね、ベッドシーツの趣味が悪いんだよね。これもちょっと買い直さないといけないけど、でもう一個が、あとこっちがあれだね、シャワールームとトイレですっていうところで、やっぱエジプトの家は浴槽がないところが多い、浴槽がある方が珍しいので、基本的にはもうシャワールームですっていうことだね。でこっちが、マスターベッドルーム。マスターベッドルームは、一応ベッドルームと、一番広い部屋なんですけど、個室ベッドシャワールームとトイレがあるので、ここはあれだね、このマスターベッドルームが一番いい部屋だから、ここはもううちの社員の子が使ってもらうっていう感じだね。であとインターンの子たちはちょっとちっちゃい部屋の方っていうところで、であとここにももう一個トイレかな、トイレの電気がわからないな、トイレか、トイレがありますっていうところだね。であとはこっちがリビングルームですと。リビング、あとは洗濯機なんかもこっちかな。やっぱエジプト、前の動画でもなんか言ったと思うんですけど、エジプトの家の場合はだいたいキッチンのところに洗濯機がついてることが多いので、なのでここについてますっていうことだね。広くて使いやすそうな感じではあるよね。ちょっと今まだ借りたばっかりで、いろんな家具が、もともと家具付きの部屋なんですけど、ちょっと整えないといけないところが多い。エジプト人が家具揃えるとやたらソファーが多いんだよね。これもこれもこんなにいらんやろって話なんだけど、でもそれ多分日本人の感覚で、エジプト人ってやっぱ大家族が多いから、だからこうソファーがいっぱい置きがちなんだよ。だから普通に子供が3人とかで、あとはおじいちゃんおばあちゃん孫とかでみんなで住んでるみたいな、サザエさんみたいな家が多かったりするから、多分こういう形になるんだよね。でもこれもさ、3人のシェアハウスだから、正直この辺の家具とかなくてもいいっちゃいいじゃん。もうこれはあった方がいいかもしれないけど、座りやすそうだし、だから必要がないものはもうちょっとオーナーさんに行って、持って帰ってもらってもいいかもしれないけどね。であとこの部屋は、庭付き。ちょっと庭も今まだ工事をしている最中で、これから綺麗になってくるんですけど、ちょっと1ヶ月くらいかけてここ庭全部木が、今隣のお家とか今木がちゃんと植えられて芝生も引かれてるんですけど、もうここ全部きれいに芝生が引かれて、で、植物が植えられますっていう、だから外からも見えませんっていう状態だね。この庭があったら一応ここでバーベキューとかもできるから、これは結構いいと思う、だね。であとはちょっとご紹介しておきたいのが、共用施設が充実しているので、ちょっとそこも紹介していきたいと思いますので、外に行きましょうか。でまずは、もう今こっち後ろに見えてるけど、プール、
ここだけじゃなくて、あともう一個向こうにもプールがあるんですけど、今日もエジプトがイードっていう、まあ、休暇に入っちゃってるので、まあ、エジプト人の子たちが、まあ、プールに入ってますと。でも多分ね、見てるとエジプト人じゃないんだよね。結構知らない人多いですけど、その中東の人、サウジアラビアとか UAE、カタールの人たちのお金持ちたちって、セカンドハウスでみんなエジプトに家を持ってたりするので、こう夏の暑い時期になってくると、まあやっぱり中東ってすごい暑いから、エジプトにみんな逃げてくるんだよね。やっぱエジプトってすごく気候が良くて、中東みたいに50度とか気温超えてこないし、あとは湿度もないからすごく過ごしやすいっていうことで、あとはアラビア語だったり同じイスラム圏っていうこともあって、結構やっぱりエジプトでセカンドハウスを持ってるお金持ちたちが多いで、今ちょっと休暇中に入ってて、多分あれ服装とか見てるとエジプト人じゃないんだよね。おそらく中東系の人たちかなとは思うんだよね。結構ここもサウジアラビアとか UAE の人が家を借りてたり買ってたりするんだよね。ちょっとあっち行ってみましょう。と、あとはここが今バスケットボールかな、バスケットボールコート。ここももう子どもたちの遊び場になってるねで、あとここのコンパウンドはまだまだ拡張はしてってるんですけど、あっちの方に今新しいエリアをどんどん作っていて、あっちの新しいエリアが出来上がってくると、テニスコートとかまた新たに共用施設が出来上がってきますっていう状態だね。あとはここがオフィス棟っていうんだけど、まあ、これも今新しくもう出来上がって稼働してる状態。本当はちょっとうちのオフィスもここに借りたかったんだけど、空きがなかったんだよね。すぐ借りられちゃってすぐ埋まっちゃったっていう状態、まあ、ここに本当はオフィスがあったら社員の子たちもまあすごいいいよね。あそこ社宅があって歩いてこれるって話だから。であとはスポーツジムかな、ジムもあっちの中に入ってる、うん、で入ってるし、あとここはカフェラウンジ。まあ、こんな感じで綺麗な感じで、そこでコーヒー頼めたりもするし、まあ、ゆっくりくつろげますみたいなスペースだね。ちょっと外行こうか。で、あとですね、視聴者の方が多分気になっているのは、まあ、これで、家賃がいくらくらいするんだろうかっていうところが多分気になっているところだとは思うんですけど、今ですね、このアザード、私が住んでる、まあ、このニューカイロのコンパウンドなんですけど、私が借りた時よりだいぶ家賃上がってきてるんですよ。僕が住んでる家、同じようなスペックなんですけど、僕が借りてるの家賃が2万2000エジプトポンド。日本円にすると6万とか7万円くらい。今回は家具付きではあるんですけど、家具付きだから若干プラスはされちゃうんですよ。僕の家は家具付きではなかったので、まあ、ちょっと若干安いっていうところ。まあ、それが3年くらい前の相場かな。で、今、家具付きで今回いくらで借りたのかっていうと、7万5千エジプトポンド。日本円で言うと22万23万くらいかっていうくらい、だいぶ違うよね。同じようなスペックだけど3倍以上か違うっていうことで、まあね、ちょっと仕方ない。アザードだけじゃなくて、今やっぱニューカイロ全体の家賃が上がってきてて、やっぱそれはなぜかというと、よくこのうちで西エリア東エリアって言い方をしてるんですけど、まあ、西エリアっていうのが旧市街カイロとかギザで、東エリアっていうのが新エリア、まあニューキャピタルとかニューカイロ、まあ、こっちの西エリアから東エリアにどんどん企業とか人の移転がもう始まってきてるんですよね。でまだニューキャピタルが稼働してきてないので、ワンクッション置くみたいな形でニューカイロの方に移転が始まってきてるんですけど、どんどんこういったいい物件に関しては家賃が上がり続けちゃってるっていうのが現状なんですよね。ちょっとこの隣にもう一個いいコンパウンドがあって、そこもやっぱり安くて8万エジプトポンドとか、高いともう10万エジプトポンド超えちゃうみたいな感じになってるので、まあそれがちょっと今のエジプトの住宅事情ですよっていうことですね。まあ、なのでちょっと今後エジプトの不動産投資に投資をしたいっていう方はですね、そういう状況ですよってことを考えながら投資を検討してもらうのがいいのかなというふうには思います。はい、あとはですね、今うちの方ではこういったいろんな海外の投資情報をですね、 BCG 公式 LINE というところで日々配信をしております。こういった海外の投資に興味があるという方はですね、うちの BCG 公式 LINE の方にお友達登録をしてもらえたらと思います。で、あとはまたいろんな動画を出したいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。